よ。ほな、行ってくるわ。行ってらっしゃいませ。はあ、抜け人狩り。日陰。ん？誰かわしを呼んだやろ。僕だよ、日陰。比立蛇女子学園3年、ここで会ったが100年目。今日こそ数々の恨み晴らさせてもらうぞ。あんた、蛇女の人か。随分と鼻息荒くしてどないしたんや。ちょっと待て、日陰。僕のこと。どちら様や。バカな。僕のことを完全に忘れているのか。そりゃ僕は雅の世話で長く休学してたけど、それでも最近は少しずつ学校に顔を出していたんだ。はあ、自分たちの前の選抜メンバーの名前も知らないのか。ほう、はあとかほうじゃない。で、僕のことを思い出したのか。いや、すまんの。幾度となく僕に嫌がらせをしたじゃないか。年上の僕に何度も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 。そうなん？わしには身に覚えがないんやけど。ふざけるな。僕は忘れていないぞ。あの忌々しいボクサーパンツ事件を。なんや、面白そうな事件やね。ぜひ聞きたいわ。あの日は僕はたまたま下着を全部洗ってしまっていたんだ。コンビニに下着を買いに行ったけど、女性用の下着は全部売り切れていて、それで僕は仕方なく男性用のボクサーパンツを買ったんだ。うん、絶対にバレるはずがなかった。でも廊下でお前が僕にぶつかってきて、その場で倒れた僕は周囲のみんなにボクサーパンツを履いているのを見られてしまったんだ。あっちゃー、それは災難やったな。災難で済むか。それから僕のあだ名はプロボクサーイムだぞ。かっこいいやん。スタイリッシュなあだ名やん。屈辱的な事件はそれだけじゃない。メガネがサングラス化事件だって、制服がいつの間にかシースルー事件だって、全部お前が原因じゃないか。すまん、一つも覚えてない。僕はお前に何度も果たし状を送ったんだぞ。選抜メンバーの座をかけて戦えって。気ぃつかんかったか、あるいは興味がなかったんやね。ああそうやそうや、半蔵と戦っとったから忙しかったんや。もういい。お前が覚えていなくても関係ない。恨み晴らさでおくべきか。日陰、殺してやる。まあそういう理由じゃ仕方ないの。相手になるで。日陰、毎順次任務開始。弱すぎる。
相手にならへんわ。ああ、なんやわしの周りをちょろちょろしてた先輩がそういえばおったな。それがあんたやったんか。すまんの、忘れてて。昔のわしは無感情やったからね。多分知らず知らずにあんたを傷つけていたのかもしれん。だから謝るわ。謝って済むと思ってるのか。大体だな。水着上下反転事件だって、ハンドタオルが油揚げになってた事件だって。まだそんなにあるんか。今日はここまでにしといてやる。だけど忘れるな。僕は必ずお前に復讐する。これは抜け人狩りだけの問題じゃない。まあわしにはようわからんけど、狙われても仕方ないんやろうな。やっぱり評価もろた。まだまだ強くひらめいたで。おかえりなさい。おかえりなさい。おかえり。わしらの物語。行ってきます。行ってらっしゃい。よろしければ。これは最新型のパソコンよね。わかるわかる、説明はいいわ。そうですか。そろそろいいかしら。このパソコン柔らかすぎるわね。
七か。これで少しは大人っぽくなったかな。場所はここで。いつもよりおめかししちゃった。はるか様にもらった特製の香水もつけちゃったし、これで準備は万全。ファンのことあっても大丈夫よね。大丈夫よね。なんか自信がなくなってきた。やっぱり帰ろうかな。あれ、あなたは抜け人の。なんであなたがここにいるのよ。そんな大声出さないでください。私はただ人と待ち合わせ。わかった。私のことをつけてたのね。大事な人との約束があるんだから。いえ、私は。それじゃ勝負よ。私が勝ったらあなたはここから消えて。話を聞いてください。さあ、さっさと片付けるわよ。ルベッタ、どうしよう。
勇気を出してせっかく外に出たっていうのに大事な約束が大事な約束が私を襲いに来たんじゃないの？初めからそう言ってます。ごめんなさい。私なんだかもういいです。帰ります。こんなボロボロの格好じゃやくんくん。それになんだかあなた臭い。私が遥か様に戻った香水がいけなかったの？違う、生活臭。なんか貧乏臭い。抜け人の生活って大変なんですね。ひどい。私がそんな匂いするわけないでしょ。どっちにしてもこのおたんこなす。おたんこなす。私のどこがおたんこなすなんて言うのよ。私も帰ろう。臭いままファンの子に会ったら、ファンの子に会いたかったな。